私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋。そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃにゃまると暮らしている。第二子妊娠中の平凡な兼業主婦だよ。昨日はちょっといろいろなことがあったんだ。というのも、私の友人翔子は結婚を考えている彼氏がいたの。でも、その彼氏を共通の知人に奪われてしまったんだよ。奪った相手は、大学生の時に同じゼミにいたユマって子なんだ。水木、昨日は話を聞いてくれてありがとう。ごめんね、妊婦さんなのに付き合わせちゃって。いやいや、いいんだよ。気にしないで。まさかユマに彼氏を奪われるとは思ってなかったな。大学時代、悪い噂はたくさん聞いてたけどさ。まさか、私の彼氏まで奪おうとするなんて、ユマのタイプとは違うと思ってたから。正直なところ、翔子の彼氏って、ユマのタイプじゃないもんね。ユマはド派手でギンギラギンな男性が好きなんだと思ってた。私も。だから今の職場近くでユマに再会した時も、そんなに気にしてなかったんだよね。どうせユマのタイプじゃないし大丈夫でしょ。そう思って仕事終わりに彼と待ち合わせてデートとかしてて、本当にショック。ん？どうしたの？ちょっと待って、なんかユマから LINE 来てたんだけど、ユマ勘違いしてるのかも。勘違い？翔子とユマの LINE。 翔子の彼氏を奪う形になっちゃってごめんね。でもさ、もう5年も付き合ってるのに結婚しないってことは、二人は縁がなかったんだと思うのよ。だからね、彼のことは私に任せて。私、社長夫人になって彼を支えてあげるから。社長夫人？うん。だって翔子って結構地味なタイプじゃん。やっぱりさ、地味な社長夫人だと彼の会社も傾いちゃうし、彼も言ってたよ。ユマの方が華やかだなって。あ、ごめんね。傷ついちゃったかな。社長、社長、ねえ。あ、こらこら、そういうとこだぞ。は？いくら彼氏とはいえ社長なんだからさ、ちゃんと日頃から社長って呼んであげて。仕事を忘れないようにしないと。そういうところも、私と翔子の違いが出てると思うんだよね。私、彼のこと、毎日社長すごいねって言ってあげてるんだ。そうなんだ。社長って言ってあげてるんだね。そうだよ。彼、すっごく嬉しそう。社長夫人にぴったりな女と付き合えて嬉しいんだろうね。あ、ごめんね。私、悪気はないんだけど、つい本当のこと言っちゃうんだよね。私も翔子から話を聞いて、思わず大爆笑をしてしまったよ。皆さんもお察しの通り、翔子の彼氏は社長じゃないんだけど、ユマは社長だと勘違いしているんだね。だから彼氏を奪ったんだと思うんだけど、それにしても笑っちゃった。まあ、落ち込んでた翔子がちょっと元気になったからいいかな。それにしても、プププププッと思わず笑っちゃう。一ヶ月後。ちょっと翔子！あれ？未来の社長夫人さんどうしたの？いや、ちょっと相談したいことがあるんだけど。何？社長ってケチじゃない？ちょっと、何草生やしてんの？こっちは真剣なんだけど。社長の彼氏を奪ったこと、まだ怒ってんの？怖い。そんなんだから捨てられるんだよ。学習してね。そいつ、手取り13万だよ。え？てか、もうあれから1ヶ月くらい経ってるよね。なのにまだ気づかないの？いやいや、ちょっと。いや、マジか。手取り13億って、え？そんなにお金あるの？なのに、あんなにケチなの？違う、13億じゃなくて、月に13万ね。は？そんなわけないでしょ、社長なのに。ね、残念だけど、あの人は社長じゃないんだよ。何言ってるの？翔子が社長だって言ってたじゃない。私、ユマに自分の彼氏が社長だ、なんて一言も言ってないよ。そうじゃなくて、デートしてる時よ。あんたらよく仕事終わりにデートしてたでしょ。その時に彼のこと社長って言ってたじゃない。それは私たちがよく言ってたギャグみたいなものだよ。ギャグ？あの人、イベント関係の会社でバイトしてるんだけどさ、受付とかやったりするからスーツが多いんだよね。
で、社長さんが作業着で働いてたりするから、一見彼の方が社長に見えるってことでさ。それで彼のことをたまにふざけて社長って呼ぶようになったの。何よそれ。いや、だって本人も喜んでたんだもん。なんか社長って呼ばれると気分がいいんだってさ。付き合ってた当時はニコニコ嬉しそうだから社長って呼んでたけど、今思うとちょっとなんか変だったかもね。だって私彼のこと社長って呼んでるんだよ。でも否定されたことないし。私と同じようにニックネームで呼ばれてるとでも思ってるんじゃない？それかあの人案外ずるいところがあるからね。ユマの気を引きたくてあえて本当のこと言ってないのかも。そんなの困る。いや、おかしい。最初は数年付き合った彼氏を奪われてすごくショックだったけど、なんかもうよかった。よくないわよ。どうしてくれるの？どうするも何も知らないよ。そもそも彼氏を奪っていったのはユマの方だよね。それはあの人が社長だと思ったからで。そんなの奪う理由にはならないよ。どうすんのよ。私仕事辞めちゃったのに。いや、笑った笑った。ユマは完全に勘違いしていたんだね。それにしても仕事まで辞めちゃったとは。まだ付き合って1ヶ月くらいしか経ってないのに何やってんだろう。それにね、ユマってあんな性格なんだけど、実は結構大きな会社で働いてたんだよ。しかも正社員だったのに。みずき、あんた知ってたの？何の話？彼が手取り13万のフリーターだってこと。そりゃ知ってるよ。翔子がいろいろ面倒を見てたのも知ってるし、そんな翔子を裏切ってユマに乗り換えるとはね。嫌な男が翔子と結婚しなくてある意味良かったのかもね。ちょっとそれどういう意味よ。私がかわいそうだと思わないの？わざわざ待ち伏せして翔子の彼氏に声かけたんでしょ。で、連絡先交換してこそこそ。それも笑えるよね。笑える？だって翔子が彼と待ち合わせするところに待ち伏せしてたんでしょ。そんなことまでしてたのに社長じゃないってことは分からなかったんだ。ああ、仕方ないでしょ。だってあいつらよく駅前の広場で待ち合わせしてたから、私の会社近くで待ち合わせする証拠が悪いのよ。そういえば会社辞めたんだって？ギャー、思い出させないで。私社長夫人になれると思って。本当になんでこんなんで大手に勤められたの？それが一番不思議だよ。だって付き合って1ヶ月も経ってないのに結婚を見据えて退職するって。いや、わかんないわ。まあ手取り13万で養ってもらえば。そんなの無理よ。わかってるでしょ。地方だと手取り13万の正社員さんとかもいるみたいだね。でもこの辺りは結構お給料高いエリアだからな。家賃高いし、まあ厳しいだろうね。そもそもあいつバイトじゃないの。あ、確かに。てかなんでバイトなのよ。なんで私に聞くの？彼氏なんでしょ？自分で聞けば。別れたわよ。へえ、別れちゃったんだ。あいつ、ユマちゃんは翔子と違って大手で働いてるでしょ？だから俺もう働かなくていいよね。そう言ってバイト辞めてきたの。へえ、その辺も翔子よりユマにお似合いだね。復縁したら？絶対に嫌よ。なんか今さら色々話を聞いてみると、翔子は結構便利な扱いをされてたんだろうね。毎週末家に呼んでたくさん食べさせて、作り置きのおかずも大量に持たせて、結構お金もかかっていたと思うよ。彼氏も彼氏でそんな証拠に甘えて利用してたんだもの。ある意味結婚しないで別れちゃってよかったんだと思うよ。証拠はユマみたいな大手に勤めてるわけじゃないけど、とにかく真面目に働くから評判いいし、それに実はブログやったりハンドメイドやったりで副業で相当稼いでるんだよ。最近は本出したりもしてるし、それでいてちゃんと節約もしてるんだ。きっともっといい人との出会いがあるよね。1週間後。みずき、翔子にブロックされた。そりゃそうでしょう。というか私もユマのことブロックするの忘れてた。なんで？ねえ、みずきって漬物の会社で働いてるでしょ？そうだけど。ネットで有名な会社なんだよね。ふんがふんが鼻息の荒い面白社長がいるって。
ねえ、雇ってよ。無理。私は大手にいた人間なのよ。でも、仕事できないでしょ。なんでよ。だって、待ち伏せまでして勘違いしちゃってさ。おまけに、あんな福利厚生のしっかりした会社、玉の輿目当てで辞めちゃうとは、仕事できる人間のやることじゃないでしょ。うちの会社は性格の悪い間抜けはいらないよ。そこまではっきり言わないでよね。その後、ユマ、貯金もあまりしてなかったみたい。仕事辞めちゃったから家賃が払えなくなってさ、保証会社のお兄さんが怖いって大泣きしてたけど、いや知らないよ。ちなみに元彼は証拠の方に復縁を申し込んだんだよね。どの面下げてそんなこと言えるんだって話だよ。でもね、翔子ははっきり断ったよ。だっていい男性と知り合ってすごくうまくいったから。お互い真面目で副業もして性格も優しいし、電車では全く同じタイミングで席を譲ろうとするんだってさ。まったくのろけちゃって。いやー、ユマが元彼を奪ってくれてよかったよかった。ユマも元彼もなんかアパート追い出されそうみたいだけど、そんなのどうでもいいわ。さ、今日は千秋がニャニャ丸の爪切りをするよ。でもね、楽勝なの。お腹出して寝転がりながら爪を出してくれるんだよ。ニャニャ丸は偉いな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。